竹原俊仙が絵本百物語より、羽黒べったり、水木しげるロードに設置されている、お歯黒べったりのブロンズ像を歯黒べったり歯黒、べったりは、日本の妖怪の一種。目も鼻もない顔に、お歯黒をつけた、大きな口だけがある女の姿をした妖怪。江戸時代後期に出版された、絵本百物語に、歯黒べったり、という題で描かれており、現在は、 同作品を通じて、その存在が知られている。言葉書きには、ある人が古い車の前を通った時、美しげな女が不を拝んでいるので、戯れに声をかけて過ぎようとしたところ、その女が振り向いた。顔を見ると目も鼻もなく、大きな口で、ケラケラと笑った。二度と見たくないほど恐ろしかったという意味のことが記され、神道介護という中国の本にも全く同じような、 話があるとしている。また本文では、東国ではのつ、べらぼうとも言い,い多くは、コりの化け損なったものともある。おはぐろべったりは、のっぺらぼうのように自身の顔面を見せることによって、人間を驚かす妖怪であり、その類型であるとも考えられる。直接的な関係は不明だが、現氏物語の、手習いの上に、昔いたという目も鼻もない目器という記述があり、顔に、 目や鼻のない女の妖怪は平安時代にも確認することができる。口だけしかない顔という例ではないが、お歯黒をつけた大きな口を開いて金がついたかと人間を驚かす老婆や女が登場する昔話は東北地方を中心にその伝承が確認されている。山伏が狐などにちょっかいを出した結果、一見嫌などで、 おはぐろの大きな口で迫られるなどして驚かされるのが、その主な内容である。水木しげるの著作では、おはぐろべったりは、夕闇迫る、町外れの神社や寺に現れ、通りかかった人を驚かせ、稀には家の中にも出たと解説されている。山田則夫、東北階段の旅には、ジャンガラ念仏という題で、福島県の話として、次のような話が紹介されている。 浜通り地方の平らの町で大勢の人が集まって盆踊りをしていた夜のこと、一人の若い女が人々の目を引いた。手ぬぐいをかぶっていたので顔はわからないが姿は美しかった。夜が更けて踊りが終わると興味を持った三人の若者が女の後を追いかけていい踊りだった。誰もあんなに綺麗に踊れない、などと褒めた。 女が褒めてもらったお礼がしたいが、と返すと、調子に乗った男たちは、あんたの手でもいいぞ、と言う。女は恐れる風もなく、一人ずつ草むらで相手をした。別れ際に、若者たちが、また会いたいから顔を見せてくれと頼むと、女は手拭いを取った。その顔には、お歯黒をつけた口だけがあった。無論、若者たちは肝を潰して逃げ去った。 話を聞いた町の者は、お歯黒をしていたのなら誰かの女房だ、と首をひねったという。ジャンガラ念仏の話中に、お歯黒べったり、という名称は登場しないが、その姿や驚かし方は類似のものである。絵本百物語の、歯黒べったりの絵は角隠しをつけているのが特徴となっている。角隠しは、上級武家の女性や浄土新州信者の女性などが、 自社へ参詣をするに際して頭部に着用するものであったことから背景に自社も描かれているグ黒べったりの絵からは嫁入り衣装としての角隠しであるという断定はできないと考察されているが一方角隠しと美しい着物であるということからの連想で結婚前に死んだ女性の亡霊の妖怪とする解説が取られている書籍も存在するありがとうございます